おい、ふわ。開き直ってのみてえだな。私は全然悪くありましん。予選敗退は安くの方でーす。じゃねんだこら、バカ野郎。なんだこら。キモい男が二人で打ってきて悲しい。ただ振りかよ。ただ振りの悪口やめるバカ野郎。やっぱね。 野村監督の言葉だよ。人間的成長ないものに、選手としての成長なしって言葉があるだろうお前人間的に成長してないのにお、お前芸能人としてはな、一流になっちまったよな。メジャーになっちまったよな。誰の果てがこれだろうバカ野郎 コーンフレークオールドファッション美味しそうですって書けばいいだろうバカヤブロがそれこっちは